指示や命令や指摘が会話の中心。このようなことはありませんかはい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカチです。親も子も楽になる緩める子育て、始めていきたいと思います。今日のテーマは、親子関係が悪くなる原因、19選です。ということです。あの、親子関係大事ですよね。えー、というか子育てで一番大事ですよね。 もしかしたら自分の人生において一番大事かもしれない。どうでしょうか。 ね、子供との関係が崩れていったら、なんか毎日が楽しくないなぁであったり、不安になったり、心配になったり、焦ってしまったり、で、えー、ご飯を食べていても味がしないなってなったりすることもあるだろうし、あるだろうし、親子関係が悪かったら、なんだろうな、えー、子供にあれをしなさい、これをしなさいって言っても、子供は言うことを聞いてくれないし、親の話をき聞こうともしてくれない。で、子供自身も自分が悩んでること、学校で悩んでること、習い事で悩んでること、友人関係で悩んでること、そして、 あれやりたいこれやりたいって自分の夢であったり進路であったり進学先それを親に相談しようとしないということそうなれば親としても応援できないし助けることもできないしサポートも支援もできないってなれば、ねえー、何かがあった時に子供を助けることを難しくなりますよね、まあ、そういう意味でも親子関係を良くするっていうことは子育てそして子どもの教育において 一番大事なことだと僕は思っております。ということでね。じゃあ、親子関係どうやって良くするんですかってね。子供は何を話、子供に何を言っても聞いてくれないとかね。子供が何を考えてるかわからない。子供の気持ちがわからないってね。どうしたらいいんでしょうか子供は親に反発して、えー、学校にも行こうとしないし、受験生なのに勉強も全然しない。でも勉強しなさいって言っても、えー、反発するし、むくれるだけで、えー、全然行動は変わらない。 ね、どうしたらいいんでしょうっていう相談を受けることがあります。で、その時に僕が必ずお伝えしていることがあります。それが今回のテーマなんですね。親子関係が悪くなる原因。その原因があるんですと。 もちろん、新しくね、こういう関わり方をしましょうとか、こういう声掛けはどうですかっていうことをね、えー、紹介することもあります。でも、本当に大事なことは、今やってる子供との関わりが悪くなるような、そういう声掛けであったり、関わり方をやめていくっていうことなんですね。そう。一番最初から。 ちっちゃい時からねずっと仲悪いってことあんまないわけじゃないですか子供もやっぱお母さんお母さんっていうしお父さんお父さんっていうしねで仲がいい時期もあったと思うんです だけれども、ある日、な、ある日というか何か突然起きるってことではなく、なんか徐々に徐々に崩れていくっていうか、ね、えー、いつの間にか気づいた時には、子供は学校であったことを話してくれないとか、子供が何を考えてるかわからない。で、一緒にいるとなんか気まずくなるっていうね、そういう関係になってしまったと思うんですね。それは、子供を悪くする、子供との関係を、が悪くなるような、そういう関わり方をしているから、そうなってしまうんですね。はい。なので、 それ、それをまず突き止めましょうってことです。なんで子供との関係が悪くなったのかっていうことです。それを突き止めて、それを一つ一つやめていくことで、子供との関係は改善していきます。ということなので、今日のテーマは、親子関係が悪くなる原因を19個厳選して紹介します、えー。最後まで聞いていただいたら、あ、これ確かにあるわ、って,言って。 じゃあこれをやめることでね、じゃあちょっと子供との関係を見つめ直そうかみたいな、そういう具体的に何をしたらいいのかと、何をするというか何をやめたらいいのかということがわかりますので、最後まで聞いていただけたら幸いですということです。このチャンネルでは親も子も楽になる緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。 はい。じゃあちょっとほうじ茶を飲んで、えー、始めていきたいと思います。んい。ちょっと暑いね。はい。親子関係が悪くなる原因。19分の1。会話がない。ね会話してますかどうでしょう子供と一日何分くらい会話してますかね、会話ですよ。会話とは何かですね。会話っていうのは何だろう 目的がなく、なんかこんなこと楽しいね、あんなことあったんだ、みたいな。そういうような雑談みたいな感じですね。うん。目的があって、何らかの目あ、何らかの問題を解決するであったりお、お互いの価値観を共有して、じゃあこういう方針に行こうって、そういうことを決めるのは会話というよりも対話ですよね。対話であったり会議ですよね。はい。もちろん対話であったり会議も大事です。でも、その大前提として、会話って、 っていうこともね、必要だと思うんですよ。会話っていうのは、お互いが何が楽しいのか。今日こんなことあって楽しかったって。これうまいなって、ね。あ、このカレーライスにちょっと、カレーライスに生卵入れたらまろやかになったでちょっとやってみみたいな。なんかそういうような、なんでもない会話ですよ。ちょっとした感情の動きの共有であったり、こんなこと楽しいね、あんなこと嬉しいねっていう、まあ嬉しいこと楽しいことだけじゃなくてね、こんなことあって腹立つわとか、なんかちょっとこれ嫌やなみたいな。そういうネガティブ、いわ,いいわゆるネガティブと言われるようなね。本当は ポジティブもネガティブもなくどちらも大事な感情なんだけどもそういう感情の共有ですよねそういうような感情を共有するようなお話しする時間がどれぐらいあります ?30 分ありますかねどうでしょうか、ね、気づいたら勉強やったのとかねえ学校でどんなことあったんだろうっていうふうにねなんだろうこの質問になっていやしないかと質問っていうのはこちらが知りたい情報をただ一方的に投げつける行為投げつける行為ですね これ、質問ですよね。質問ってね、しんどいんです。あの、一言で言えば、楽しくないんです。で、楽しくなかったら、楽しくなかったら子供はもう親と話したくないってなる。話したくないからもう適当に言うんですよ。別に何もないよって。普通って言っちゃうんですよ。言っちゃうんですね。なので、お互いが楽しい時間を過ごすための会話を作りましょうってことですね。今、会話がないんだったら、会話を作っていきましょうってことでございます。これがまず一つ目。次行きましょう。19分の2。 期待が強い。そうね。これ期待が強いっていうのはね、まあ、子供のことが大事だから、子供のことを愛していて、大切で、自分のことのように可愛いから。だから、子供には困ってほしくないとか、傷ついてほしくない。 自分と同じような苦しさを子供には与えたくない。そういう思いがあってね、子供には英語を学ばせてあげたいし、えー、なんだろうな、もう小学校1年生までには、掛け算を身につけさせてあげたいみたいにね、勉学面での,あの期待であったり、えー、例えば、まあ、勉強面以外でもね、こういうふうに箸の持ち方とか、まあ、あの、きれいにやってほしいとかな、言葉遣いも、丁寧な言葉使ってほしいとかね、そういう、なんだろう、社会の礼儀であったり、礼節面においても、えー、子供に求めるハードルが高いと。 いうことになればね、もちろん、それをね、子供はいやあは親,親に愛されるためにね、親に嫌われないようにするために子供はそ子供はそれを守ろうとするんですす守ろうとするんだけれどもやっぱりね、言われてすぐにできるってなかなか大人でも難しいじゃないですかで子供ももっと難しいんですよで特に特性があればね、言われたことをすぐにやるって本当に本当に難しいことで言われてすぐにできるようになるってこれ,これ大人でも本当に難しいことなんでそれをやっぱ要求しちゃうんですね期待が強かったら何でできないのって。 何回言っったらわかるのってね,ねお兄ちゃんはできたのにって言ってしまうんですよね、期待が強いから。ね 嫌いじゃないんですよ。子供に困って欲しくない。子供の幸せを願って言ってるんだけど、期待が強ければ強いほど、子供に対する求め、要求も強くなってくる。要求が強くなると、子供はそれを黙って聞く、いい子ちゃんになってしまうか、もしくは親のことをは、親に反発して、親に反発して、うるさいわっていうふうになってしまうのかね。別に反発するのも悪いことではないんだけど、ね、えー、こうやって一方的に価値観を押し付けると、えー、なんか交わらないですよね。私はこう思う。いや、俺はこう思う。私はこう思う。 これ交わらないじゃないですか。交わらない状態でずっといるとね、不快なんですよ。苦しいんですね。苦しいからもう話したくないってなってしまって、親子関係はギスギスしちゃうよね。 はい。ということで、自分の中にある期待、こうすべき、ああすべきっていう期待を、ね、緩めることができるんやったら、なんか緩めてもいいし、譲れないんだったら、それをちゃんとこう、一貫してね、譲れないってことを、自分でも行動で示す、自分の生き方で示すとともにね、まあ、言葉で伝えるってことも大事だと思います。もちろん、あれしなさい、これしなさいっていうこと、以上にね、会話を作るってこともすごく大事だよね。はい。19分の3。ずっと不機嫌。どうでしょうかね。 え休みの日はずっとこたつでゴロゴロしてるとかなんかこうつたやで借りてきたえ映画を見てるとかもう今はツタヤで借りてってないかなネットフリックス見たりアマプラ見たりとかねなんかそういうのでなんかやってるっていうことでね不機嫌。 まあ、うちの親,親はそうでしたけど、日中ね、平日はね、もう一生懸命働いて、土日はもう伝えて、レンタルしたドラ、あのー、映画をね、ずっとゴロッとして見ててで、ランチだけ食べに行って、ずっとムスッとして見てるみたいな感じでしたよ。まあ、その時はね、なんで不機嫌なんて思ってましたよ、うんで。不機嫌やったら話しかけれないじゃないですか、まず子供がね。こんなこと言ったら怒られるんちゃうかとか、こんなこと言ったら悪いんちゃうかと思って、会話が生まれないですよね、不機嫌だったら。ね 不機嫌だったら、些細なことでもイライラしちゃうわけじゃないですか。ねえー、普段だったら怒らないようなことでも、なんでこんなところにティッシュ捨てるのって何回言わせるのってなってしまうわけでしょ。うん、もうすぐこう着火しちゃうというか、すぐイライラがもう爆発しちゃうっていうふうになっちゃうと思うので、ちょっとこの自分のよ状態を、ね、整えていくってこと、すごく大事だよね。やっぱり不機嫌、不機嫌、不機嫌なのはやっぱ自分の中で我慢している証拠なんですよ。 無理してる証拠なんです。頑張りすぎてる証拠なんで、なんか頑張りすぎないってこと。頑張って、頑張って誰かが幸せになるんだったらいいけど、結局、子供のために頑張って、ね、不機嫌になると、子供は楽しくない。<laughs> 子供にとって不,不幸になっちゃう。子供は不幸せになっちゃうわけじゃないですか。ね。その瞬間は不機嫌になるとね。じゃ子供のために思うんだったら、子供のために頑張らなきゃじゃなくて、まずは自分の機嫌を取りましょうってことです。自分の機嫌を自分で取る。子供に取らせない。 他の人に取らせない自分の機嫌を自分で取るんですよ。どうやったら自分の気分が上がりますかどうやったら自分の体が心地よい状態になりますかそれを作戦を練ってできることから実践していきましょうってことですね。はい。えー、親子関係が悪くなる原因。19分の5。あ、違うわ。19分の4。話を聞かない。どうでしょうか子供の話を聞いてますかうん。子供の話を聞くってどういうことでしょうかね。 子供の話を聞くっていうのは、子供の言葉にならない言葉を言語化してあげて、子供にそうそうと言わせること。これが話を聞くということです。どうでしょうか話を聞いてますか子供にそうそうと言わせてますこれが話を聞くんですよ。ね、黙ってうなずいて聞くだけじゃないんですよ。あなたの気持ちはこういうことなんだね。だから悲しかったのね。って 共感してあげて、認めてあげて、そして言語化して、要約して伝えてあげて、そうそうと言わせる。これが話を聞くです。どうでしょう一日に何回そうそうと言わせてますかそうそうと言わせていない。これは話を聞いていないって証拠です、ね。そうそうと言わせた。で、言わせたっていうことは、あ、ママ、僕のこと分かってくれてる。私の気持ち、ちゃんと理解しようとしてくれてるってなって、この信頼関係が生まれてくるわけじゃないですか。ないですか。なので、話を聞く。 話を聞きましょうってことね。聞くっていうのは言いました、ねあの。子供が何を言ってるのか、言ってる言葉の裏にある気持ち、感情、思考、考え、価値観、そういうことを言葉にしてあげて、子供にそうそうと言わせるってこと、一日一回、そうそうと言わせてみましょう。はい。えー、19分の5。心の余裕がない。ね、これ、まあ、ずっと不機嫌にもつながるんだけど、自分のキャパ、キャパがいっぱい。 もう、なんだろう、溢れてる。溢れてる。溢れてる状態ね。溢れてるともうやらなければいけないことで溢れていて、やらなければいけない言葉に溢れているんだけれども、エネルギーは空っぽ。<laughs> エネルギーは空っぽで、やるべきこともいっぱい溜まってる。この状態でね、この状態で優しくなれますか無理ですよ。自分の心に余裕がない。自分の時間にゆとりがない。そして、やるべきことに囲まれている。この状態で、ね、誰かを幸せにするなんて無理なんですよ。 無理です。だって、それガソリンないと走れないじゃないですか。ガソリンない状態でね、なんとかして走らないとっていうか、アクセル踏んだらね、壊れちゃいますよ。はい。心と体がね、もう限界、限界にきてるのに、それでも頑張ろうとすると、心はうつ状態になったり、感情障害になったり、いわゆる楽しいことが楽しめなくなったりね、もう、要はもう、あの、壊れてしまうんですよ。で、心が壊れるとともに、体も壊れちゃうんですね。 体も頭痛が起きたり倦怠感やるとかねなんかだるいってだるさが取れないなんかわからんけどしんどいっていう状態になるんですねそうなればますます不機嫌になってますます自然体で子供と関われないで子供は親の顔色を気にしてしまうということですなので親子関係を良くする といううこともそうだし、ね、自分が自然体で子供と関わるという点でもね、まずは自分の心の余裕を作りましょうということです。心の余裕を作るということは、心を追い詰めているものを見つけて、それをやめれることからやめていくということです。はい。なので、これおすすめしているのは、やめることリストを作りましょう。何をやめますかはい。自分がこれや、自分でなくてもできることであったり、やめた方がいいなって思うことをとにかくこうリストにする。で、やめ,で、あのー、やめれることから一つずつ手放していく。 でそういうのをやめていけば心のゆとりと時間のゆとりができてくるので少しずつね、えー、気分が軽くなっていくと思いますはいまずはそこからかなと思いますやめることリストを作って、えー、やめれることからやめていくということですはい19分の6家庭環境が不安定 でまあこれ不安定ってね、まあいろんな要因があるでしょう。まあ経済的な意味での不安定ってもあるよね。えー、お父さんが会社がクビになって、これからどういうふうに生きていったらいいかわからない。ね、経済的にね、どういうふうに生活費を稼いでいったらわからないとなるとね、まあその経済、経済っていうのはの、その家庭を支える大きな柱になるので、そこがボキッと降りてもたら、やっぱ不安定になるよね。そういう意味での経済的な不安定っていうのもあるし、えー、親同士が喧嘩している。 えー、物を投げたり、えー、あの家庭内の暴力、虐待があるとかね、えー、一言も話さないみたいな、そういうような親子関係が悪くなると、これはもちろんね、精神的にも不安定になるよね。不安定になったり、ね、えー、それは親,親子関係だけじゃなくて、兄弟でね、えー、なんだろうな、一人がこ暴れているとかね、えー、なんか兄弟同士の仲が悪いとかになると、家庭内での,、ね、その安全基地が保たれないという意味では不安定がありますよね。なので、どうでしょうか 今、家庭環境が家族全員が安心できる場になってますかってことです。はい。安心できるかどうかっていうのは、まあ、そのままの自分でいられる場所ですね。そのままの自分らしくいられる場所。 ただいていい場所ではなくて、そのままの自分で自然体でいられる場所です。こんなことしないと嫌われるんちゃうかとか、こんなことし,し,したら、ね、えー、もう、あのー、見捨てられるんちゃうかっていう不安とか焦りとか恐れがない状態ですよね。自然体で、えー、自分の,その自然な感情を共有できる。それは嬉しいだけじゃなくて悲しいって気持ちもそう。よあのー、いいことだけじゃなくて、自分の弱音も吐けるような場所。そういう場所であるかどうかってことですね。そこを点検して、もしそうなっていないので、 例えば、不安定な原因を、えーね、あのあ洗い出して、それは経済的に不安定なんだったら、それをどうするって家族会議を開いてね、えー、家族会議というか、まあ、子供を交えるかどうかはまあちょっと置いといて、年齢もありますので、お金の話ね、まあ、それは、まあ、あの家庭の方針もあるから、まあ、あのパートナーとね、どうしていくのかっていうことを会議して、じゃあ、どれだけ必要なのかと、ね、生活維持するためにどれだけ必要なのかっていうお金をしっかりと出して。 でそのために、じゃあ、あと5番足らないんだったら、その5番をどう稼ぐのかっていう、えー、具体的な作戦を作っていくってことは大事ですよね。はい、えー。親子関係が悪くなる原因、19分の7。兄弟への接し方が違う。うこれはね、まあ、ありがちだと思います。上の子が可愛くないとか、上の子にね、きだけちょっと厳しく接してしまうんだよねとかね、そういう声もよく聞きますけれども、どうでしょうか兄弟への接し方、変えてますか同じですか でこれねあのー、表現が悪いですね。兄弟の接し方が違うことが悪いわけじゃないんですよ。あのそれぞれ、ね、子供には特性があって、気質があり、みんな違った考え方、違った、ね、あの性格を持っているから、関わり方は変えてもいいんですよ。変えてもいいんだけれども、変えてもいいんだけれども、なんだろう、お互いが、あのー、なんだろう変えてもいい,いいんだけれども、なんかこう不平等だなって子供に思わせてないかってことですね。兄貴ばっかりずるいとか、弟ばっかりずるいとか。 具体的に接してる時間はどうなのかってことであったりね、えー、関心を向けてるそのエネルギー。 兄貴の方に関心を向けすぎていないなかとかねまあ、そのと,と,ところどころもその場面場面でね、今兄貴が問題だから、問題を起こしてるから兄貴にフォーカスするとか、今弟がね病気で休んでるから弟にフォーカスするってその場面場面でね、そのどちらかにフォーカスするって時期があっ,たあってもいいと思うんですけど、長い目で見てね、子供とあの下の子と上の子のこのエネルギーのかけ方のバランスですよ。そのバランスはどうなのかってことですね。接し方は違ってもいいです。声かけも違ってもいい。年齢も違うし、気質も違うから、そこを全く一緒にせって言って 実質的な欠けてる時間とか、ねえー、エネルギーですね。で、考えてる時間とか、それはどうかってことですね。それはもう点検できますよね、自分のことだから。ね、上の子と下の子、どちらの方をよ,よく考えてますか、ね、どちらの方にエネルギー意識を向けてますかってことです。 それを極力長い目で見て平等にしていくことって公平にしていくことっていうのは僕は大事なんじゃないかなーっていうふうに思いますで場面場面でね、先ほどにもお伝えした通り今は手がかかるからどうしても下の子につきっきりになるっていうのは全然悪いことではないと思いますはい。親子関係が悪くなる原因19分の8親が自己否定しているね えー、こんなママでごめんねとかね、また私が悪いことしたとかね、えー、子育て、子育てに自信ないのみたいな感じで、親が自分自身自信がないであったり、自分のことを責めてしまう。常に周りの人と比較して、マ、ま、マ友であったり、周りのことも比較して、えー、自分の子育てはダメなんだっていうふうに、こうやって自分のことを責めている。でそういう状態になると、どういうことが落ちる、どういうことに陥るのかというと、親が自分のことを責めるっていうことはね、ね 子,子供を責めることと同じですよね。そうなんですよ。で子供はね、そは親の血を分けた存在だから、ね、自分を責める、親が自分を責めるということは、その子供自身もあ私もダメな子なんだと、私もダメな親に生まれたから私もダメな子になるんだっていうふうに,、ね、そういうふうに自分を否定してしまうんですね。そう,そうなんです それはパートナーを責めることの時も一緒ですよ。パートナーを責めるということは、同じ血を分けた存在であるから、子供の人もね、自分が責められたような感じになるんですね。なので、自分のことを否定してしまうんですね。あの父に生まれたから、僕は将来幸せになれないんだ、偉くなれないんだってなってしまうんですね。だから、親が自己を否定してるんではなく、親は自己肯定できるように、自分を整えていくことが大事ですよね。 ってことですよね、はい、じゃあ自己否定しているのは何なのかってことですね。自己否定しているのは、えー、人と比べるからかもしれないし、自分の中の基準が高いから理想があって、こういう子育てをしなければいけない、ね、いつも母親としてニコニコ優しく、笑顔でいないといけない、だけどできていないってことで自分を責めているのであれば、そんな理想なんていらないですよね。自分を追い詰めるルー,ル,ールとかだったり、自分を苦しめる理想なんていらないんですよ。 いないんですよ理想っていうのはそれを想像するだけで自分がワクワクして、えー、そっちに向かって進んでいきたいって進めていきたいっていう理想ならいいと思うんですでもその理想があるがわり常に不安になって焦ってしまって落ち着かない、ねえー、いつも子供をガミガミしまって親子関係が悪くなるそういうような理想であったりこうしなければいけないルールであるんだったらそれは手放して OK ですよ はい、でどうやってそれを手放すのかと自分の中にはこうしなければいけないのルートであったりこうすべきあ,あすべき、ね、完璧にしなければいけないとか助けを求めてはいけないとかちゃんとした親にならなければいけないそういうルールをどうやって緩めるのかそれは親も子も楽になる「緩める子育て」とていう本の中でね52個紹介してます概要欄に置いてますのでそちらぜひチェックしてみてくださいはいじゃあ次行こうかちょっとお茶飲ませてくださいねあちょっと冷めてるな 親子関係が悪くなる原因。19分の9。パートナーとも話さない。ねこれ大事だよね。あのー、ね、パートナーね、その、どんなこと話してますかってことです。ね、パートナーと話すとき、業務連絡だけとかありませんね、業務連絡っていうのは、明日ゴミの日よとかね、えー、なんだろう、子供の送迎行ってねとかね、お風呂洗ったのみたいな。なんかそういう事務連絡というか、業務連絡というか、それだけになってませんかどうでしょうか 1> 丸1でも話しましたけど、その楽しいことを共有するような会話ってしてますか、ね、これすごく大事ですよね。やっぱそれが、そういう会話があるかどうかっていうことが、そこにね、安心できる環境を作るための土台になります。 土台になりますし、親子関係がどうなのかっていうのは、その家庭環境に大きく影響するっていうことですよね。大きく影響するので、その子供との関係を良くしようって思うんだったら、まずはパートナーとの関係をより良いものにしていく。今ここ1から9まで話しましたけど、それはね、パートナーのとの関係性においても同じことが言えます。これから19まで紹介していくけど、パートナーとの関係性においてもどうでしょうか。ね。えーね。 えー、ずっとと不機嫌とかありませんパー,トナーに強パートナーに対して強い期待を持ちすぎているとかありませんかどうでしょうか、ね、そういうことを典型しつつ、パートナーとの会話を増やすであったり、パートナーとの関係を見つめ直すってこともすごく大事かなという時にね、じゃあパートナーとどういう関係性を作っていきたいのか。 どういうふうに5年後、10年後なっていったらいいのかっていう、そこのまず理想をね、目標を描くこと、ゴールですね。こういう関係性になりたいなっていうゴールを描いてね、じゃあそのゴールに行くために、じゃあ具体的に今、自分が100%コントロールできることで、何ができるかなってことを見つけていって、できることから実践していくということですね。パートナーを責めるのは簡単です。あの人話聞いてくれない。自分のことしか考えてない。上から目線でこう、論破し,しようとしてくるとかね。パートナーに対する不満がある 分かります分かりますそれをちゃんと受け止めた上でね受け止めてもちろん伝えてもいいです伝えていてもいもんだけどそれを踏まえた上でじゃあ自分が今できることは何なのかっていうことを見つけて行動していくのはどうでしょうかはい親子関係が悪くなる原因19分の10指示命令指摘が中心ねえこれはもうずっと言ってきましたね業務連絡 あれはダメ、これはダメとかね、勉強したのとかね、片付けしなさいとかね、指示したり命令したり、なんでここ間違えるの何回言わせるのって指摘が中心だと、これ何,何がダメかというともう言わなくてもわかりますよね。楽しくない。うん、こういう会話、会話のほとんどがね、指示、命令、指摘が中心だとね、楽しくないんですよ。一緒にいたくないんですね。話しかけたくもないんですね。はい。なので、何かを言ったとしても、 ね、またなんかこう問題見つけられてそれで怒られるんだったらもう何も言わんとこうってなってしまっても普通じゃないですかはいなので丸一にもつながります結局その会話を増やすってことはすごく大事だよねっていうことがまあ今日のね、まあ、全体的に言えることにもう,もう最初にできやることとしてねまあここにつながるんですけどもその指示命令まずまず今、ね、子供とお話している内容が、えー、お話してる時間ね時間がどれぐらいあってその内容が 指示、命令、指摘が中心なのか、楽しいことを共有する会話が中心なのかって、それをまずね、現実をする、今の現状ですよね。今の子供との関わりの現状を知るということはすごく大事なので、それを見つめ直して、じゃあ今、1時間中、じゃあ40分指示、命令、指摘で、20分ぐらいが会話,の会話だなと思うんだったら、それをちょっとね、10分会話増やすっていうのはどうでしょうかね。うん、だから今、20分、 10分会話だったら20分にしてみようとかねそういうふうにちょっとずつできることから目標を作って、えー、習慣化していくっていうのはどうでしょうかということですはいということで半分が終わりましたね後半戦も頑張ってやっていきます親子関係が悪くなる原因19分の11あこれすごくあるな大事やなこれな睡眠不足どうでしょうか えー、眠れていないということ。これはね、自分の心の状態、そして体の状態に大きく影響しますよ。あのー、やっぱ睡眠っていうのはね、まあ、睡眠と食事と運動っていうのが心と体を整えるために一番大事な三つの要素、それなわけじゃない,じゃじゃないですか。ね、えー。しっかり眠ることで、その日頃の疲れを取るであったり、えー、脳みその処理をして、スッキリした状態で、えー、毎日を過ごせるとか。 あるわけでその睡眠ができていないとやっぱり疲れがねそのまま翌日に持ち越してしまうんですね疲れを持ち越してしまうんですね。 なので、そういう意味でも、睡眠が足りてないと、もう、なことでイライラしてしまう。朝起きて、もう、なんか、不快な状態で、もやもやした状態で、子供と関わっていく、ということでね、そういうもやもや、まだ自分の中の心が晴れていない、頭がスッキリしていない状態で、子供と関わると、ね、些細なことで、爆発してしまったりね、えー、なんでこんなことやるのっていうふうに、もう、本当に、あの、ちょっとのことでね、爆発してしまうことになるので、しっかりと疲れを取る。そしてここ 心の状態を良くする。で体を、えー、すっきりした状態ね脳もすっきりした状態で一日を過ごすためにもしっかり寝てますかってことの確認ですねはいしっかり寝れてるかどうかの確認は朝起きた時の自分の状態がどうなのかこれでわかりますよね朝すっきり起きれてるかどうかですねこれ朝すっきり起きれていない 状態ですと、えー、睡眠不足であったり睡眠何らかの睡眠を改善することが必要ですよね。それは睡眠時間なのか睡眠の質の改善なのか。 とととというこここもありりますよねそこをしっかか見極めることが大事なのかなのただ、睡眠に関しては、おかちはそこまで専門家ではないので、ここまで語りませんけれども、えー、なんでスッキリしないのかって、いくつも要因があると思うんですね。そう睡眠環境、ね、寝室であったり、寝具、枕の布団とかの、ね、状態であったり、ちゃんと朝日が入るのかであったり、なんだろうな、えー、夜寝る前にスマホとかね、そういうなんか刺激あるものをあ、あのーね、浴びていないかとかね、ねね寝る何時間前にはお,ふお,ふお風呂に入っているかどうか。 とかね、まあ、確かに3時間前に入っておいた方がいいとかそんなことありましたね。寝る直前だとなんかこう眠るな,なんか忘れました。それ調べてください。<laughs> なんか忘れたんですけど、確か3時間前にぐらいにはお風呂入っておきましょうねとかありましたね。2時間ぐらい前には食事を済ませておくとかね、えーで。寝る2時間前にはもうスマホを見ないようにするとかね。いろいろとあるわけじゃないですか。そういうことを点検しながら自分の睡眠を改善していくっていうことをやってみるのはどうでしょうって。これ結構おすすめしてますね。僕はねお酒をや,めるやめ や,やめることでものすごくねすっきりして起きれるようになりましたもうこれまでずっとずっと毎日お酒を飲んでたんですけれども、もうやっぱご自分の体を良くする、そして毎日え最高のパフォーマンスを、ね、発揮するためにも、やっぱお酒をやめようって決めてで、お酒をやめてからね,ね、すっごく、すっごくぐっすり眠れるんですよ、本当に。びっくりするぐらい。 びっくりするぐらいぐっすり眠れるようになりました。はい。なのでこ、睡眠不足じゃないかっていうことを点検してみるのはどうでしょうか。ね。朝起きた時にすっきり起きれてるかどうかね。で、疲れが取れてるかどうか。この2点で見てください。はい。19分の12。いつも子供を心配する。 このままで大丈夫かなって掛け算できへんけどスイミングの息継ぎも上手にできへんし、えー、バスケやってもなんかあのコート上にこけてしまって運動音痴だし気も利かへんこのままだったら集団生活でうまくやっていけないんじゃないか学校でいじめられてしまうんじゃないか授業についていけないんじゃないかっていう風に心配してしまって大丈夫かなあなたが心配なのっていうその心配を子供にぶつけてしまうそのようなことありませんか 心配されて嬉しいってことないですよ。まあ、瞬間的に嬉しいよ。ちょっとは、ちょっとはね、ちょっとですよ、それは。ちょっとっていうのは、それはなんだろうな、あ僕のこと、私のことを大切に思ってくれてるんだっていう、そういう受け取り方もあるけれども、あるけれどもやっぱりね、鬱陶しくなるんですよ。いやいやいや、僕はそれできるって言ってるんやから、やりたいって言ってるんやからいいやんって、ね。いや、あなたが心配なの。いや、心配で、僕はやりたいよ。お友達もやってるし、みんなやってるし、いいやん。いや、 やめといた方がいいんじゃないってい感じでね。だってその心配でやりたいことを邪魔したり、ね、心配だから子供の経験を先回りして親がそれをヘルプしてしまう。助けてしまう。子供が失敗しないように、子供が困らないように、傷つかないようにってやってしまうと、自ら考えて自ら行動する。そういう主体性が奪われていきますよね。奪われていく。で子供は自分で考えて自分で決められなくなる。であったり、ねえー、そのうち、 親のそういうふうなね、えー、関わり、介入が鬱陶しくなってくる。でもう話したくないであったり、もう関わりたくない、もう一緒に暮らしたくないってなってしまいますよね。そうですよね。はい。なので、その心配っていうのは、心配だから子供に何々をさせよう。その気持ちも分かるんだけど、心配してるのはあなたなんで、そのあなたの課題にあなたが向き合うことが大事なんですよ。ね。その心配を子供を通して解消しようではなくて、その心配を自分で解消するんですよ。 自分で自分の機嫌を取る、自分で自分の気分と対話しながら解消していくということ。これが僕は大人だと思うんですね。大人というのはいろんな定義があります。自分で自分の機嫌を取る、自分で自分を幸せにする。それが僕にとっての大人なので、そういう自分の感情であったり気分、そことしっかりと自分が向き合って、じゃあこの心配というのはどこから来ているのかなと。 ね、そういうことを向き合いながら、あこういう価値観があるんだなってそれを、それが判明して、私は子供に学校行ってほしいんだなと、休みたいってい気持ちも分かるけど、行ってほしいんだなとで、その気持ちが分かったら、じゃあそれをどういうふうに子供に伝えていくんだろうということを冷静に考えていくということね、その心配って気持ちをそのままぶつけられたら、子供も学校に行きたくないという子供には子供の事情があるわけじゃないですか、ね、そうすると、ママは僕のこと分かってくれないってなって、ねえー、信頼関係が育めないでしょ。 なので、自分が、自分の心配の根本、何が心配なのか、どうしたいのか、どうして欲しいのかってことを、しっかりと言語化して、紙に書いてね、読み解いた後は、それをどうやって表現したら、相手の気持ちも大事にしながら、子供の気持ちも尊重して伝えられるのかなってことも紙に書いて、紙に書いて、あ、これだったら、I am OK、You are OK。 私も OK で子供も OK なコミュニケーションになってるわってなってそこから伝えていくっていうのはどうでしょうかってことですね。感情を感じた時にその感情をすぐに晴らしたいから感じた時に言っちゃうんですよ。はい。これは感情を感情で表現している感情的っていうんですね、こういうのね。はい。ではなく感情を感じた。それを一旦紙に書いてどういう感情なのかっていうのを自分の冷静になって言葉として表現する。で、それをその言葉として表現されたのを冷静に子供に伝え,子供に伝えていくってこと。 感情に蓋をしろって言ってるんじゃなくて、感情を冷静に言語化しましょうって言ってるんですよ。はい。そういうことですよね。19分の13。あ、これ一緒やね。だから感情的に発言するっていうまさに今言ったことね、えー。感情的に、感情を感じた時に爆発するんじゃなくて、一呼吸を置いて神に書きましょうって。で、私の自分の本音,を本音に気づく、本心に気づいて、じゃそれを、それをどうやって伝えるのかって、子供には子供の気持ちがあり、子供には子供の事情があるよね。 それが分からないんだったら、まずそれを聞くことが大事だよね。子供がそういう行動をした。それを問題だと捉えたのは私だ。でも子供がその行動をしたのには、何らかの事情があるかもしれない。弟をね、にじわるをした,のしたってことにも何らかの事情があるかもしれないし、えー、遅刻したってのも事情があるかもしれない。その事情を聞いた上で、聞いた上で事情を理解した上で、自分の本音を伝えようでもいいと思うんですね。これが感情的に発言するではなく、感情を冷静に発言するってことだと思うんですね。 19分の14。子供に関心がない。ね。どうでしょうか子供に興味ありますねえ、まあ子供は話すこと自身ね、興味がないっていうこともありますよ、僕も。プリキュアの話であったり、なんかベイブレードの話されたりね、えー、なんだろうな、なんか、あの、折り紙を折ったとね。<laughs> そういう話ね。話の内容が面白いかとか、新しい発見があるかって、そんなないですよ。 そんなないよ、そんな。で、話の鬼滅の刃話されてもおかち見てないし、よくわからへんわけじゃないですか。で、そこにはね、僕は全く興味はないんだけれども、僕が興味あるのは子供の才能なんですよで。子供のこだわりなんですね。子供が何を面白いと感じて、その面白いと感じた理由、その背景に何があるのか。それを深掘りした先に、子供の才能であったり、天才性が眠ってるわけじゃないですか。で、僕はね、子供の話、いわゆるアンパンマンとか折り紙の話には興味ないけれども、子供の才能には興味あるんですよ。 その才能を見つけてその才能が輝ける環境であったり経験を積ませるってことにはものすごく興味あるねだから話してる内容は興味なくてもその先にその奥にどんな才能が眠ってるんだろうっていうふうに僕は話を聞いてます で多分、あなたもそうだと思うんですね。話の内容とか、ね、子供に絵本を読み聞かせるとか、それは興味はないけれども、子供の才能を見つけてあげたいであったり、子供の強みを見つけてあげたいとか、子供が子供らしく生きていけるための子供の武器を作ってあげ,てあげればいいなとか、そういうことは興味ありませんか、ね、でそれが子供の才能が磨かれるような環境をどうやって作っていくのかであったり、子供の天才性が発揮できるような、ね、関わりってなんだろうって、そういうところは興味ありません そういうところに興味があるんだったら子どもがやってることとか言ってることに反応するんじゃなくてその奥側に眠ってる才能とか強みとかこだわり うん、これをジャッジせずにね、なんでそんなこと、そんな意味ないことやってるのとかね、また団子虫をツンツンしてとかね、そんな意味ないことやるんだったらもう勉強しなさいとかね、言ってしまいがちになると思うんですよ、ね。勉強もせずにいつまで遊んでるのってね。でもその遊ぶには遊ぶの事情が、遊ぶっていう事情があるし、あのー、誰にも言われずにやることっていうのはそこに才能が隠れているわけじゃないですか。 ね、あれやりなさいってやってることじゃなくて誰にも言われてない褒め,られ褒められることはないけれどもやってることっていうのは子どもの才能なんですよそこ、ね、それを見つけてあげるそこに興味を持ってあげるってことはすごく大事なことかなと大事っていうのはそうすることで子どもは自分の才能に気づきそして才能を発揮して生きられるようになるということですでもそれはダメだといつまでやってるのっていう,うに言われたらあこれはだめなことなんだって言って自分で自分の才能を閉ざしてしまうんですねはいお茶飲みましょう 次は19分の15かな。はい。親子の距離が近すぎる。どうでしょうかねこれね。ありませんか親子の距離が近すぎるっていうのは、親という丸。自分の人生丸書いてください。紙にね。丸、丸、まん丸書くでしょそのまん丸の中に子供の人生の丸があるってこと。これがね、近すぎる状態なんですね。 子供は私と同じ考えを持っていて、同じ価値観を持ってみて、同じ人生を歩むべきなんだ。もしくは、私とは違う人生を歩むべきなんだ。みたいなね。あのー、自分が思っている感覚が、子供も同じような感覚を持っているっていうか錯覚してしまうことですね。はい。つまり、どうでしょう。例えばこういうことですね。自分がこういうことされたから嫌やったから、子供にはしないとか、自分が困ったから、子供も困るに違いない。 だから自分が困ったようなことを子供にはさせたくないと思ってしまう。これはまさに自分と子供という人間を全く同じように考えてるんですね。同一視してるんですね。そもそも何が好きで何が嫌いなのかとか、どういうふうに生きていくのかっていうのは、ま、感覚であったり価値観であったり気質っていうのは違う存在なわけじゃないですか。家族といってもね。血がつながってるといっても他人なわけじゃないですか。 全く違う人間なのに、私が嫌なことは子供も嫌に違いない。私がこういう風になったら幸せって思ってるから、その幸せに乗っけることは子供の幸せなんだ。これは自分の人生の丸の中に子供がいる。つまり、子供は自分の所有物になってるんですね。はい、これちょっと強く言ってますよ。強く言ってますよ、あえてね。うん、でそう、なぜそれがダメなのかっていうと、その状態になると、子供を支配しようとする。コントロールしようとするんですね。 なぜなら、自分が辛かったことは子供を辛いに違いないから、辛い選択をしようとしたらね、そうじゃないよ、こうよって、ね、子供を正しい道に導こうとしちゃうんですね。でその正しいっていうのは何なのかとです。親が考える価値観なわけじゃないですか。親が考える正しいんですよ。でもそのレールに乗っかって子供が幸せになるかどうかは分かんないんですよで。子供の感覚と私の感覚は違うわけだから。 そうじゃないですかもちろん最低限ね、えー、法律を守らなあかんとかね、なんだろうな、その命に危険が及ぶようなことをさせないとか、それはもちろんそうですよ。もちろんそうだよ。もちろんそうなんだけど、例えば、なんだろうな、看護師に,護師にならないといけないとか、航空高架を向いてないとだめだよとか、YouTuber なんて、えー、なんだろうなあ、将来、将来不安定だからやめときなさいっていうのは、これ親の価値観なわけでしょ、ね。自分が将来、自分がね、英語やらなくて困ったから、英語やらないとあなたも困るよって。 で子供に不安を,させ子供を不安にさせて、焦らせて、えー、今やりたい、子供に興味をこ子供が今興味を持っていることを奪って、ね、英語をさせるということ。ね、それはどうなのかということですね。はい、でここがすごく大事なことで、距離が近すぎるからそうなっちゃうんですよ。私と子供は一緒なんだ。 子育てが私の生きがいなんだってなってしまうとね、えー、子供のパフォーマンス、子供の成績が私の人間としての価値なんだっていうふうに、ここがね、まさにこう一色体になってしまうと、そういうふうになってしまうので、えー、距離を離しましょうということですね。適切な距離があるはずなんですよ。人と人っていうのはね。近すぎれば、本当に近すぎれば近すぎるほど、あの、見解になって対立して、そして何らかの事件を起こしてしまうんですね。 実際、なんだろうな、殺人事件の半分以上はあの家族で行われていると、親族間で行われているというデータはあります。それはなぜか、距離が近すぎるからです。距離が近すぎるから、相手への配慮、相手への思いやりがなく、私と子供は同じなんだという認識の中で、相手と関わってしまうから、そうですね、なんで分かってくれないのあなたのために言ってるのよってなってしまうからです。 はい、そういうような事例でね、えー、家庭内暴力に発展したり、引きこもりになったり、子供が飛行,に飛行に走ったり、そういう事例をたくさん聞いてます。そうならないように適切な距離を見つけましょうということです。それは物理的に距離を置くのもそうだし、ね、私と子供は違う人間だと、しっかり境界線を引くということです。で相手の世界、相手の境界線には入らないようにするっていうのもそうだし、子供が私の境界線に入ってきたらしっかり脳を伝える。それで、お互いが適切な境界線を守るということが大事です。 この境界線をどうやって作るのかっていうのは、親も子も楽になる、緩める子育てでがっつり解説しているので、そちらね、概要欄にあるからチェックしてみてくださいね。はい。19分の16。子供の友達と比べる。ねえ、これ、比べられて嬉しい人っていますかねあこれ、褒められる時もね、嬉しくないんよ。 あの瞬間的に嬉しいよ、ちょっと嬉しいよ、たけし君よりシュ,ートシュート上手だったよって言われて、その時は嬉しいよ、嬉しいけれども、たけし君よりシュート上手かったよってメッセージは、あこれはたけし君よりシュートが下手だったらダメなんだとかね、えー、人と比べてよかったら私は丸なんだっていう、その人との比較で自分の立ち位置を決める、自分の価値を決めるっていうマインドを子供に植え付けてしまってるってことなんですね。 そういうことなんですね。人と比較して自分の幸福度を決めるっていうマインド、人生脚本を子供に植え付けているってことなんですね。人と比べて何かしら褒める。人と比べて、えー、子供をけなすっていう行為はね。どうでしょうか人と比べた先に幸せってありますか、ね、私は誰々ちゃんと比べていいカバンを持っていて、いい会社で働いていて、えー、スペックのいい男性と結婚しているから、私は幸せなんだ。 そういうふうに人と比較をして人よりも優れたものを持っている。だから私は幸せで。だから私は成功なんだ。っていうマインドを子供に植え付けること。こうすることでね、子供の幸福度は上がるんでしょうか 実際、ね、いろんな心理学のデータがありますけど人と比較して幸福度を、ねえー、味わっている人と人と比較せずに幸福度を自分,で自分のものづしで決めている人で、ね、比較したところその人生の QOL 豊かさであったり自由度であったり幸せだなって生きていてよかったなって生きている実感を感じている度合いが高かったってことなんですねつまり人と比べるっていうメッセージを植え付けてしまうと子どもは幸せになれないんですよ はい、なので、人と比べるっていうメッセージを極力減らしていくっていうのはどうでしょうか。ね、子ども自身も比べられて、まあうれ、うれしいって人はいないと思いますよ。そういうふうに嫌な気持ちにさせてしまうと、子どももね親、親というと自然体でいられなくなる。常に○○くんに勝たないと。○○くんよりいい席で出さないと。自然体でいられなくなる、ね。安心できない。 家庭内が安心できないし家族間の中で安心できる関係性が作れないとなってしまうので子どもの友達と比べるであったり人と比べるというのは避けた方がいいんじゃないでしょうかということですね。はい19 17分分の17自分の自夢を押し付ける ね、自分が子供の時に英語できなくて困ったからとかね大学行けなくてしょあの社会で苦労したから子供にはいい大学に入ってほしい子供には早いうちから英語を勉強してほしいとかね野球やっててこ俺がもう,なんだろうな甲子園に行けなかったからこいつにはもう早いうちに野球やらせて甲子園に行かせるぞみたいに親の夢を子供に押し付けていませんかってことですねこれは苦しいですよねうん親,親の夢を叶えるために生きるんだみたいな いや親の夢を叶えるために子供は生まれてきたんでしょうかってことですね。親の夢は叶えるのは親ですよね。子供を通して叶えないってことですね。なぜそ,うそれがダメかというと、子供にプレッシャーを与えるんですね。親の夢を叶えないといけないと、親の意向に沿わないといけない、親をがっかりさせてはいけないってなってしまうと、自分のやりたいことを押し殺,てし,押し,押し,殺してしまい、えー、自分の軸ではなく、親軸で物事を判断するようになると。 いうことでね、自分軸のようなく親軸が自分の中の軸として出来上がっていくんですね。そうすれば、えー、自分が何かを考えるというよりも誰かの指示に従う人の顔色を伺うってうという、ね、心のパターンであったり行動習慣が身についていくしそれが強化されていくそうなるとどん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 生きづらくなってくる何をしてても人の評価が気になって何をしてても人の顔色が気になってしまう。 もちろん人の役に立つことは大事よ、人が困っていることを解決する、人の期待,を、ねえー、期待,期待をに応えるということも大事ですよ、だけれども、人の期待に応えるために生まれてきたんじゃない。 自分の心を満たすため。自分の心を満たすために人の期待に応えることが大事だから人、人の期待に応える。自分の心を満たすために仕事をすることが大事だから、仕事をして誰かの困っていることを解決する。だったらいいんだけど、自分の心を満たすってことを置き去りにした状態で、誰かの要求に応えないといけない。誰かの心を満たさないといけないってなると、これ頑張れないんですよ。 頑張らないでエネルギーが枯渇してしまって、えー、感情障害であったり気分障害そして抑うつ状態であったり引きこもりになってしまうこともあります。で自分の夢を叶えるのは自分です。はい、自分ですよね。 18、子供を生きがいにする。まあ、ここもね、これまで話してきたことのま,あまとめにもなるんだけど、子供を生きがいにすると、まあそれこ、子供はね、まあ、愛されているって実感が湧いたりね、僕のこと考えてくれて嬉しいって思うこともあるんです。だけど、ママをがっかりさせてはいけない、パパの期待に応えないとっていうその、そのプレッシャーと圧力も同時に受け取ることになるんですよってことですね。はい、なので、えー、私は私の意見言っていいですよ。親は親の意見言ってもいい。だけど、選ぶのは子供です。 それは、どの、どこで働くのかもそうだし、えー、どの学校に行くのかもそうだし、誰と付き合うのかもそう。もちろん、うん、ある種ね、危険が及ぶことであれば、その、介入することも必要です。それは境界線を引くってことで、先ほどもお話し,しました。だけど、子供の人生は子供が決めるし、ね、子供がど、ど,どういう人と付き合って、どういう人と結婚して、えー、ね、練習するのかしないのか、勉強するかしないか、もね、子供が決めることじゃないでしょうか。 えそれで、えー、それをや,やらなかったら困るのは誰でしょうかとです、ね、そ今のこの問題を放っておいて困るのは誰かこれがこの、この問いに答えて、これが困るのが子供なんであれば、それは子供の課題です。それで、それを放っておいて困るのが親だったら、親の課題です。そういうことですね。そこをしっかりと境界線を引く。じゃあ、勉強で言ったらどうでしょうか勉強をやらなかったら、最終的に困るのは誰でしょうか親ですか僕は子供だと思います。 となれば勉強は子どもの課題です。 親が積極的に介入してさせようとするんじゃなくて、子供に任せてみるのはどうでしょうもちろん、完全に任せるってことではなくね、低学年のうちは学習習慣をつける工夫とかも大事やし、そういうことはね、一冊目のやり抜くこと投げ出すこの習慣で、どうやってやりたくないことであったり、やるべきことをやりたいことに変えるのか、そのための親の関わり方っていうのをね、50個紹介してます。自分がやると決めたことを最後までやり抜く。その、そういう力を育むために、具体的にご家庭でどう関わったらいいのか、概要欄の やり抜くと投げ出すこの習慣をチェックしてみてください。はい、ということで、いよいよ最後ですね、親子関係が悪くなる原因、19分の19、自分の親との間に問題があるということ、どうでしょうか。 いまだに親の顔色を気にしてしまうとか、親のことを考えるともやもやするとか、なんかね、なんで私をこういうふうに育てたの親に対する憎しみであったり、イライラであったり、一緒にいると優しくできない、穏やかでいられないって、そんなことありませんかそれはもしかしたらまだ親との間の問題が解決していないからかもしれませんということですね。幼少期に親にされたこと、親に言われたこと、 ね兄弟と比較されたとか本当はやりたいことあったんだけど我慢しなさいって言って気,も気持ち運用抑圧されたとかそのままの自分を受け入れてもらえなかった愛してもらえなかった暴力を振るわれたなどなどいろんな経験があって親に対してもっとこうしてほしかったのにああしてほしかったのにって満たされない感情未完の感情未完了の課題があればねそれを子供を通して解決しようとしちゃうんですね。はい そうすると子供を生きがいにしてしまったり自分の夢を押し付けたり自分が困ったことを、ね、そうならないようにしなければって先回りしてヘルプしてしまうんですね。 でそれが子供,に子供に対して過干渉になってしまったり過保護になってしまったりするんですね。過干渉になってしまって過保護になってしまうと子供は指示待ちになってしまって自分で考えて動かなくなり主体性ではなく受動性が身につき自分塾ではなく他人塾が植え付けられていくということですよね。なので自分の中にある課題を子供を通して解消しようとしない。自分で解決するんです。 ね、で自分で解決できなかったらどうやったらいいのか専門家がいますおかちもその専門家ですどうやって自分の中にある未完了の課題幼少期に作られた自分じあのじあのけ人生脚本それをどういうふうに書き換えていくのか僕たち私たちは人生脚本に従って子育てをし人生脚本に従って毎日生きてるんですよ人生脚本が変わらないと何も変わらないです頭ではダメやと思っていてもやってしまうイライラしてガミガミ叱ってしまうそれは 人生脚本があなたの行動を決めてるかなんですよ。ねえー、意識してること頭ではダメ、頭ではダメだと意識してても、無意識の人生計画に僕たち、私たちの行動はね、えーあのー、けけ影響されてるんですよ。影響を受けてるんですよ。ね、それ95%の5%ね、健在意識が5%ですよ、ね。潜在意識が95%の行動を決めてるんですよ。 なのでそ、無意識の人生計画、親との間に培ってきた、ね、そういうやってはいけない、間違ってはこれはだめよ、あれはだめよ、こうしなしさい、ああしなさいっていう価値観とかルール、そしてそこにそのなんだろうな間違った信念、それに縛られていると子供を同じように縛ってしまう。そうすると自分のような生きづらさ、人の目が。 気になるとかね、言いたいことが言えないとか、助けてが言えないとかね、なんだろうな、あの、ちゃんとしなければいけないとか、なんかこう、やりたいことではなく、やるべきことに囲まれるとかね、そういう自分の、自分の生きづらさを子供に連鎖させてしまうんですね。それを避けたいですよね、はい。どうやって避けたらいいのか。シンプルです。人生脚本を書き換えましょうってことです。 自分が今どのような人生計画,計画に従っているのか、それをしっかりと読み解いて、読み解いた上でね、新しい人生脚本を作っていく。そしてそれを作ってそれを行動して、実践して、習慣化していけば、習慣っていうのは無意識の行動でしょ。習慣化していけばね、新しい人生,人生脚本がねガチャってね。 自分の潜在意識に組み込まれていて、何も考えずに自然体で子供と関われるようになるんです。その方法っていうのをがっつり、親も子も楽になる緩める子育てっていう著書で紹介してるし、えー、概要欄にある公式 LINE を登録してもらったら、人生脚画を書き換える26本の有料講義の動画をバス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 って区切って、それを毎週1本ね、配信してますので、概要欄をチェックして、緩める子育ての本と、そして、公式 LINE もね、ご登録してみてください。ということで です。はいということでまとめましょうか。今日はね親子関係が悪くなる原因を19個紹介しました。親子関係を良くするには。 親子関係が悪くなる原因を一つ一つやめていくことが大事だよねというね、えー、文脈で今日は19個紹介させていただきました。何かできることでもいいので一つ、ね、えー、例えば4番、話を聞かない。じゃあ話を聞かなかったなってなるんだったら、じゃあ今日から1日1回子供にそうそうと言わせてみようとかね、じゃあ会話がない、あ会話がないなって思うんだったら、じゃあえー夕ご飯の時10分ね、 えー、今日どんなことしたのっていうことを発表する時間を作ろうみたいにね、原因を見つけたらその原因を解決する具体的な対策。ねえー、自分が100%コントロールできることで、えー、できそうなことを作成を、ね、作ってやってみるのはどうでしょうかで。具体的に何をしたらいいのかっていうのは親も子も楽になる緩める子育てでね、52個紹介しているので、そちらもぜひ参考にしてみてください。 はいえー、今日の配信聞いて何か参考になったなとかあれば高評価ボタンとかいいねボタンとか押していただいたら大変励みになりますのでよろしくお願いしますあとコメントもね全部読んでますのでお気軽にコメントしてみてください この番組では、親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。明日も聞いてもいいかなと思っていただいたら、チャンネル登録ボタンポチッと押していただいたら嬉しいです。このような長尺動画すでに30本を超えておりますので、えー、再生リストのね、緩める子育てトークって見ていただいたらね、ね、えー、なんだろうな、これまでいろんなことをやってきました。例えば、 えっと、我が子の気持ちがわからない。苦しい親子関係から抜け出す方法22戦とかね、えー。親から植え付けられた呪いを緩める考え方とかね。子供の勉強を習慣化させる方法とかね。 これって過保護過保護チェックリスト22とかね、えー。具体的に子育てでお役立ていただけるようなね、関わり方とか考え方とかを、長尺でラジオ感、ラジオ感覚でね、えー、聞いていただけるように紹介してますので、家事とか育児とかね、通勤途中のね、あの、暇つむしにでも聞いていただけたら嬉しいです。でね、タイトル見て僕のこと私のことに関係ないなと思っても、絶対どこかでつながっているから、まず聞いてみてください。 で、おかちのチャンネルのトップ、トップ、一番トップにね、見てほしい動画があります。この80分ね、人生脚本ってどのように作られてきたのか、それをどうやって緩めていくのかっていうのも、80分の、80分の長尺講演動画を作りましたので、まずね、えー、どの動画見たらいいかわからないという方は、おかちのチャンネルのトップページのね、一番上のね、えー、人生脚本の動画見てくださいということです。はい、ということで今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star. 自ら輝けば世界は キランキランに輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。はーい。バイバーイ。